マシュー・ローレンス・ギャメルは、アメリカ合衆国、フロリダ州、デュバル軍・ジャクソンビル出身の元プロ野球選手。右ト左ヒ同じくプロ野球選手のベン・ギャメルを弟に持つ。2005年に MLB ドラフト40目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名され、6月7日に契約。2008年9月1日にメジャーに昇格し、3日のニューヨーク・メッツ戦でメジャーデビュー。 代打として出場し、無安打に終わった。2009年5月18日には、セントルイスカージナルス戦で、カイルローシュからメジャー初本塁打を放ったが、その試合でエラーも記録した。2012年5月22日、全十字人体損傷のため手術を行い、残りのシーズンを全休した。2013年も前年の手術の影響で全休となる。十月三日に、 ウェーバー工事を経てシカゴカブスへ移籍したが12月2日に FA となった12月13日にアトランタブレーブスとマイナー契約を結んだが2014年2月18日に放出された2015年3月6日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結ぶが14日に解雇となり31日に独立リーグアトランティックリーグの サマセットペイトリオッツと契約。9月1日に解雇となる。ありがとうございます。